プテでしょ、出ないけ、まあ、僕白出ないけど、エンジン脇で左行ってんのは見てもらえてると思ってるんだけど、どう？黄色は？タスクは？エンジン、リングフィット、ダウンロードと短くない？で終わり？終わり。じゃあ絶対人外じゃん。え、なんで？黒猫にゃおーん。いや、これはどうする？これは勇気やな。みんだらごめん。ふぅ、耐えたぁ。アーカイブ下です。伊豆さんの情報もあって、伊豆さん多分エレキで、ネロちゃんに白出せて、停電明けは全員生きてました。うん、あ、ネロちゃんに白出せるのは伊豆さんのキルだけです。伊豆さんメイン脇やったん？エンジン脇じゃなくて。多分停電明けに診察からエレキ側に走ってきて、はいはいはい、でエンジン脇は多分アルプテ梅だよ。あ、梅か。あ、梅、あ、そうか。色が。慎太郎シェルフ使用するんですけど、トータスさんどっちから発見ですか？メイン側、メインシャワー。メインで除染して終わって、シャワーの管からて上上がって発見。で僕目線はサントスさんほぼ直近キルなんで、トータスさん目線で誰ともすれ違ってないんだったら、もう犯人はラウンジに抜けるしかない。僕は今、昇降機右にいるから。まあ、シャワーのカンカンやってる時抜けられてないんやったら大丈夫。うん、とりあえず高田さん隠しろです。はい、これあと停電直した人ちなみに誰？多分サントスさんだと思う。昇降機右から出てきたんで、まあ伊豆さんもありえるかな。まあまあどっちか、停電終わった後に貨物下ってきてたから。慎太郎に言っとくと、俺ラウンジの今トイレの横ぐらい左側、ゴミ箱タスクのちょっと左ぐらいまで行ってるんだけど、誰とも会ってないから、うーん、アーカイブ滞在またはラウンジの上の方にいる可能性は全然ある。うんうんうん、はい。アルマって駆動とかに合わず、あ、合ってます、合ってます。プテウメとエンジンで湧いて、駆動さんと性違って展望です。うん、じゃあある駆動タカはもう全員隠しろみたいな認識でいい？駆動さんはちょっとわかんないけど、まあ、厳しそうだなって感じです。うんうん。3人とも展望？いや、アルタカは最後まで展望で、工藤さんはラストの10秒以上ちょっと見てないからわかんないです。あ、武器こ入ってたんで、その時は。僕がコックピットで終わってます、ちなみに。武器？ガン武器です。はい。ね、梅剣もちょっと変な動きしちゃってて、武器庫上やってどうせダウンロード終わんないだろうと思って、武器庫上やったらボタンならなかったから、コミ中のダウンロードをやって、今ちょうど出たところ。あ、ちなみに最後なんか展望にあの足だけ見えたんですけど。あ、それ工藤。あ、それが工藤さんですか。はい、あ、まあ、じゃあ工藤さん結構厳しそうだとは。一応伊豆さんはエレキ方向に走ってるのを見ただけなんで、何もしてなければ結構歩けるとは思います。何もしてないのはちょっと考えづらいですけど。ボタンだっけこれ。レポートです。いや、僕の発見です。ああ、そっか。ん？全然わかんないわ。誰なん？誰なんじゃろ問題が。はい、おい、はい、ナイス。うん、メイン脇4人いましたよね。誰でしたっけ？いっぱい。僕はメイン脇だった。鏡は覚えてる。伊豆さんもいたはず。あ、伊豆さんは貨物だと思います。あれ、じゃあいないです。ネロ、ガミ、慎太郎、トータスかな。多分4人だったと思うんだよね。うん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 、うん。で僕が称号区右入るときにサントスさんとすれ違って、でトータスさんのその下位置なんで、まあ本当に直近って話かな。隠しろ、ごめんなさい。
アルタカ。アルタカのみ。で、工藤さんも厳しい。工藤さんもほぼ。ほぼ無理ぐらい。こう足見えてるのは無理そうだけど。うん。まあだから、サントスさんのキルの方は、第三者介入できないんだったら、僕ですね、もう、アルトータ、あ、違う、トータスネロしかなさそうではある。かな、うん。入れるのかな、第三者って。手ぐらい。うん。まあ、サミーは無理。トさんの。僕の前にネロちゃんが走ってるはずなんで。いや、そう、ガミさん無理そう。うん、あ、だから、一応、貨物弁当からアーカイブ飛んで切って、で戻るとかアーカイブか弁当隠れるぐらいはできるかもしれません。うん、うん、バイタルを僕よりちょっと先にネロちゃんが抜けてってて、僕一応最終貨物の配電ああと配線なんですけど。でもそれ伊豆さん切らないのがよくわかんなくなっちゃうとは思うけど、うん、まあまあまあ逆もありえるから。トータスどっちのレポートなんだっけ、サントス。サントスさんです。アーカイブほぼ真下でしたよ。うん。下やつに違和感はないですね、別に。下から発見だっけ。下からです。だから発見で宿舎右に慎太郎さんでしょ。諸国右。うん。なんか割とプテでしょ。まあ僕白出ないけどエンジン脇で左行ってんのは見てもらえてると思ってるんだけど。でさ最初。僕は見てない。どこ？最初左行って最後コックピットのトで終わり。なんか一え、そのあ経路は？タスクは？エンジンリングフィットダウンロードと。短くない？で終わり？終わり。じゃあ絶対人外じゃん。え、なんで？え、だって高田さんとかダウンロードアップロードまでやってるよ。なんか一旦待ちましょう。うん、もう一ボタン押そうか、一応。その通りのタスクしかしてないんですけど。めっちゃ長かった。あのターンはね、30秒くらい終わった、初手は。時間的にはね。あるある。え？え？何それ、え、そんな、え、変じゃなくね、そんな弁当入ってさ、そんな、え、そんなに違和感ないはずなんだけど、何これ、おい押すか、もうなんでそんなことになるん、これ、え、ちょっと無理やろ、逃げるけども、なんならちょっと多く言ったわ、リングフィット、いやー死ねるか、マジか、今停電直したんで3451マットもない、まあ345、あー合ってる合ってる、まあなんかタスクで疑われたけど、もう本当にその通りしか動いてないから、もう言い逃れできないんだよな、そんな言われたら。リングフィットタスク、ダウンロードタスク戻ってとで終わりなんだけど、そんなもんじゃないの？いや、結構。だって梅健さんとか武器上しまってダウンロードやって終わったぐらいって言ってなかった？まあ、それはそうだけど、なんか最終期の辺はちょっと短いかも。なんか、サントスさんの切るにはでも、ブゼって関われなさそうじゃないですか、シャワーに。トータスさんがいて、慎太郎が勝負。え、梅健さんも短いの？武器上しまってダウンロード？武器上しまって、俺武器これ。え、シャワーにトータスいたの？メインから除染やって、シャワーのカンカンやって、シャワーから、アーカイブ入った時に発見です。だから浮いてる位置が切る場合、トータスさんを先行して切ってアーカイブ滞在とかぐらいしか多分ないんですよね。ない。うん。メインからの侵入者しかありえないと思ってるから、うん、うんうん、まあごめんなさい、30秒あるって言ったのってシェリフの慎太郎だよね、そうだよ、じゃあまあいいけど30秒絶対なかったと思うから、いやあったと思う、クールのあれ見えてるからな、キルボタン、そうキルボタン走るの光るぐらいまで多分いってるから30秒あったよ多分、いやまあまあまあわかりました、うん、聞いてるとネロトータスのどっちかが佐藤さんやってるみたいな構図になると思うんだけどな、他に入れるとこなさそうじゃないですか、え、梅木さんのエンジン系ちょっと止まってますよね、それってエンジンで僕とアルマ君とプテさん3人脇で、アルマ君が多分一番最初に一番最初に行ってます、で僕とプテさんが、いやプテさんを置いて僕左に行ってるかな、え、僕だってコックピット直行、僕コックピット直行だよ、うん、いや僕も左行ってて2人を見てないから、どういう、そうで
が武器庫行った時にアルマ君どこ行った？もう最速で武器庫入ってる？僕はね、武器庫下が一番最初だったかな、タスク。ああ、なるほど。アルマはじゃあ先行したのか。なるほどね。まあでも釣れないな、正直ネロトータスそこまで優劣がつけられないから、まあそうよね、なんかネロモモと近に俺対抗位置ではあるけどネロちゃんっぽくなさそうと思ってるよ、まあそれはなぜ、いやなんとなく優劣つかないから9人中にローラーするんじゃないの第三者までケアするんだなって言われるそうだよね、いやなんでこうなるんか、これなんでそうなるのよ、ねえ、おいマジで真実しか述べてないのに、よし、おぉ、あ、音のボタンが小見さんを直しました。はい、ちなみにネロトータスロラしたいっていう派の人は何人ぐらいいるんですかね。まあロラしたいっていうかネロモモどっちかに1枚とウメプテ両方人外かなって思ってる。わかる、それはめちゃくちゃわかる。あー、なんで俺が困ります。いや、2人ともタスクが短いから。僕は梅健さんなんかエンジンで他のなんかやってから武器ダウンロードだと思ってたから、武器ダウンロードだけなんだったらめっちゃ短いと思う。まあこれまあまあいいか。梅健さんは別に白出せないからいいけど、かばうようで悪いけど、もう本当にそのタスクしかやってないからどうにもならんわ。俺ちなみにプテさんに一番タスク短くないって言った後に俺あれ俺武器庫上とダウンロードで戻りで俺と一緒ぐらいかなと思って、なんかそんなに変じゃなくなってきたのかもしれない。じゃあでもちょっとごめんなさいね、まあまあいいか、まあ、やめとくか。でもよく考えたら伊豆さんキルってさプテウメガミとかになるのかな、逆に。多分伊豆さんってシャワーの方に来てないことって保証できます？来てないんじゃないかな、俺は見てないで。もちろん、あ、まあそのシャワーの方に来てるんだったら一応トータさんが切ってから別の死体レポートはできちゃうから、ああまあ俺以外からでしょうけど、ああ、うん、まあそれがないんだったら別にプテーメローラーでも伊豆さんの切るののあれが落ちそうだからいいかなって思ったけど、俺はなんとも印象的にそっちの方が助かると思う。プテーメローラーもうガミさんは弾くでいいのそれは。ああそうか、うん、まあ、一応真っ先に行った。ああまあネロちゃんも見てる、めちゃくちゃ一番近い位置だと思うけど、ネロガミってさ右で見合ってるとかじゃないの最終的には。見合ってはないです。見合ってはないんだ、うん、バイタルぐらいまではネロちゃんが多分バイタル見ずに貨物に抜けてて、でガミはバイタル見て抜けて、でそこで視点、ね、はいはい、いいですか。慎太郎のこの疑いは数に浮いてるからっていう理由ですか、それともタスクが短いからはだいぶ含まれてる？それだったらなんかちょっとやだわ、まあ、僕その通りしかタスクやってないから、まあ、でもじゃあまあ伊豆さんの容疑者でもあるかな2人ともね、うん、逆にそのタスク、いや逆にそのタスク量で納得してる人がこの金融の中に何人いるか聞きたいです。どんぐらいいる？僕はタスク説は分かんないから、武器上にちょっとダウンロードしかやってないんで終わりってなるかなって思っちゃったけど、ね、でも工藤さんって武器上にちょっとダウンロードやってるけど展望まで帰ってきてるじゃないですか。ああ、確かにそれはそうだ、めちゃめちゃ移動してるから。なるほど、困っちゃうね本当にねその通りなのに、ふう耐えた耐えたけど耐えたよあれはちょっと強めに言っとかんと、もうだって無理だもん。苦しいよ、頑張れやれ、ムカつくクルードを殺せ全員。うわ、ウメケンさん
分かってるよな。やれ、いけ、梅系アタックだ。すごいことになっちゃった。桃ネロ死ぬの？マジ？ネロちゃんは貨物で見たな。え、貨物？あ、貨物じゃない、エリキエリキ。合ってる。僕と高田さんがガチャガチャやってる時、ネロちゃんもガチャガチャしに来て、で、僕が診察抜けたタイミングでバイタルになって、ネロちゃんエリキに置いてきてる。今回ガミウメプテレ白出る人います？出ません。梅系さんそれ どこ行ったんですか先生？ネロちゃんエレキ降りてきてるってどういう主張？エレキ降りてきてる、エレキにいました。え、梅系さんそのバイタルからどっち行きました？貨物方面。え、でどこまで行ってます？最後最後は貨物で覚えゲーやって、配電盤チラッと見て給油あ、オッケー、対これ大丈夫です。貨物バイタルのドア閉まってるから。で、新様、梅系は俺も人外でいいと思う。新様とか最後貨物から出てきてるから見てないですか、貨物バイタルのドア。見てないね。あ、見てないか。まあ、梅系さん絶対人外です。まあ、甘くのことは信用してるから、それはいいと思うけど、ただ、マットかインポスターが、ね、まあ、そう、人外なのかよ。あー、困ったな。ガミも白は取れないです。キッチン脇、石油エレキメインで誰とも会ってません。いや、ね、てかマットメイトのケアとかも不能だから人外地するしかないと思う。あ、そうですね、うん、確かに。まあまあまあ、ガミさんって石油エレキメインで何かタスクやりました？キッチンでバーガー、石油でテープだけですね。でメインのゴミ箱で終わりかな。これメインエレキ、石油エレキメインって最後言ってるけど見てないな。僕がエレキ抜けたのが停電中ぐらいですね。ボタン残ってる人って梅健さん以外誰かいます？いや、僕使ってるわ。オッケーオッケー。じゃあ一回紙あります。リップ入れておきます、はあ、梅健さんするんで。工藤さんボタンあるって言った？あ、ありますよ。あ、でかい。はい、じゃあなんとか工藤さんにはボタンに行ってもらって。高野さんもないですか？あれないか。あ、俺今押してる、今押してる。あ、そう、これボタンか。そう。ガミさんも来るならボタン向かってほしいですね。はい。で残りでもうサボーって感じかな。じゃあ右かな。ゴミ行きます。ちょっと僕もね、そのプテガミ見かけたら切らないっていう保証ができないわ、状況によるから。ああ、了解です。プテコミ行ってる、行くとか言ってるけど。いや、まあ僕も左側らへんに行きます。行け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 、なんかなれ、なんかなれ、なんかなれ。行け行け。行かないよ、隠れろ。なんもならず。もう、まあ梅系さんインポスターだったわ、見せてないから。となると、そのタスクが同じ数のプテさんも人外と。僕は、まあ、ノートは高くなるよね、クルーなので驚きました。小学生の作文みたいな。まあでもコミサボ行くって言ってたから人外でいいと思っちゃうけどな。なんで？ああ。だって慎太郎シェリフ使用してるから普通譲るじゃんって思っちゃうから。おお。これその発想なかったね。え、ちなみに今回これまで行きました、プテさん。僕はコミサボ行きましたよ。あ、じゃあもう絶対人外だ。僕が今コミまで行って誰もいないから人外。発想が人外だな。マジ？そんな対抗リーも？マジ？いや、てかもうそのまあなんか謎のあれだけど、今回僕今エンジン左のドア開けて、コミ前のドア開けれなくて終わってるから。え、いや僕中にいるコミの。ああ。アルママットかな。なるほど、ね。でもアルマってなんか対抗してたね、メケンさんと。停電直してませんでした、アルマさん。直してますね。で1キル目隠しろ1ですよね。うん。うん、1キル目っていうかもう2キル。あ、そうか、2キル出た日の。うん、ブー割る。あ、てかまあ中いただったら一応筋は通る。いや中いたからな。駆動もできなさそうで。中いただったら筋は通る。まあプテハシさん釣るけど、まあ最悪ならガミさんインポスター、駆動丸さんマットメーターとかになるのかな。ね。ここ釣られちゃうのはまずすぎるから、提案としてはキリメップって慎太郎のキリ講師はどう？いや、ボタンがないからさ、もうそれをしてこなかった場合に若干めんどくさくなるよねってのあるんだよね。だってな、まあ、ボタンがあればできたんだけど、タスクも僕無理だから、
え、じゃあまあそうね、所定のタスクの件はもう本当にあの悪かったと思ってるよえでも僕は本当にそれやってるのか悪くないじゃん。いやそれしかやってない、それしかやってないから、まあ僕のタスクが遅かったのかもしれないけど、で今コミュの中にいるから僕火ないと思ってる自分に。え、あのね、コミュ中いただったら一応筋は通ってますよ。指名られる前に入ってたっていうあれだった。釣られたら負けなんだもん。まあ、でもしかないかなって言うて違ったら僕切りに行くから。ね、もう誰でもいいから慎太郎切ってくね、連打で。まあそうね、慎太郎は多分切る連打になるのかな、うん、僕釣って切る連打、うん、それしかないわ、うん、うん、隠れてます、うん、頼むわ、僕釣って切る連打。さよなら。いや、キル連打してる、あるよこれ、あるね、キル連打しろ。誰落としてこれ、誰だ。うわー、ガミガミ逃げろ、お前そこでキル連打されたら死ぬぞ、逃げろでもガミさん逃げた瞬間キル連打しないもんね、もし慎太郎多分。はしご使ったらキルクールだ。はしご使ったら、あ、そうか、賢い、弾けましたって言うしかない。で、死んだら登らない、登らない、うまい、うまいな、これこれ。おた、あ、でも死んだらキルクール溜まってから登って、溜まってから、ね、あ、リアクター勝負、さあ、走った方が勝つ。あ、奥にある、奥に来ちゃってる。あ、ちゃんとキルクール貯めてから来やがった。そりゃそうですよ。あの目見たらビンティング3ついてたからもうお祈りしてたわ今。取りに行きます。ネロちゃんクルーなの？いや、てかネロモも両方クルーなの？ネロちゃんとすれ違った直後に切られてるよ、ガミさんに。いや、それはね、俺から見えないよ。え、見え、お、そうか。